天行三角は古鎮長大腰の第三代の皇帝。名は鎮光、または鎮敵。大越式前書によると署名は高貴なと言い,い、会社の子で元州の老いを自称していたという。相山法規を起こした、はじむりは民心が未だ鎮朝にあるのに鑑み、民の勢力を駆逐した後の名分として、鎮守の人間の擁立を考えた。 戦徳元年11月に、鎮公は、はじむりによって皇帝に擁立され、天行と改元した。天行2年8月、はじむりは民に施設を送って、天行御門を作法するように求め、12月17日、天行御門は、民の戦徳御門より安南国王に封じられた。翌天行3年、はじむりによって殺害された。一説には、朝郷まで逃げたところを、 はじむりの手の者に捕まり、当感情で毒薬を飲まされたとも、別の説では逃げ回った先の古老愛で、はじむりの追手に殺されていたい枠さむらに投げ入れられたとも、また別の説では、はじむりが、私は百戦して天下を得た、こうが、皇帝の地位にいられるのは、私のおかげであると語ったのを聞いて恐怖し、怖いに逃れたが、最終的に追ってきた、はじむりに殺されたともされる。 天行三角を殺害した、はじむりは皇帝に即位し、御霊帳を開いた。ありがとうございます。